おいおい。なんだ。Smash Brothers。なぜだ。もしかすると。プー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 。にゃほほほほ。おい。つまり。はあ？プー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 。にゃほほほほ。ね、ああ、I'm red。はっ！なんだ。そうかしら。行くぞ。でも。Actually, now that I think about it, could it be Toko killed her?そう。そうよ。ふう。それは。でも。違うわ。Actually, that makes perfect sense if it's Toko. つまり。ちょっと。ナイギ君。どうやら。Unless... じゃあね。
That's because it didn't happen at night. So, I could be right in what I thought before, that a student didn't actually die. Could have been a chicken that was stabbed. But it doesn't make sense that Monokuma called a class trial then. So, because even if Kyoko found a body, and didn't tell the rest of us, you need two people to find a body. Unless Toko's the one that killed the chicken. But I don't think that makes sense with anything else. Mazuwa! 学級裁判正しい苦労を指摘できれば苦労以外の全員が押し置きされ。じゃあ、まずは被害者の特徴体不明の被害者。死んだのはキリギリッチだべ。違う、あれは幽霊。足もあるけど、おそらくそれは進化を遂げた最新鋭の幽霊なんだべ。バカバカしいにも程がある。あの死体がキリギリさんじゃないってことを証明。だったら、キリギリさんの。キリギリちゃん。これだ！キリギリさんの手袋だよ。それなら、キリギリが手袋を身につけている理由も。知ってるの？このクマから聞いたぞ。え？あ、そういえば、あの死体って手袋。爆発で手袋がもそんなんじゃ俺は納得しねえぞ。みんな言う。そこにいるキリギリッチは幽霊なんだ。そんなわけないじゃない。なら。ギリギリッチが幽霊じゃねえって証明してみろよ。あの死体って手袋してなかったよ。爆発のせいで燃えただけだべ。じゃあ爆発前は手袋してたの？きっと手袋はしてたはずだべ。だって死んだのはギリギリッチなんだからな。バカバカしい議論だ。そこにいるキリギリッチは言う。そんな。なら、キリギリ。あの死体って手袋してなかったよ。爆発のせいで燃えただけだべ。じゃあ爆発前は手袋してたの？きっと手袋はしてたはずだべ。だって死んだのはキリギリッチなんだからな。バカバカしい議論だ。そこにいるキリギリッチは幽霊なんだ。そんな。なら、ギリギリ。あの死体って手袋してなかった。爆発のせいで燃えただけだべ。じゃあ爆発前は手袋してたの？きっと手袋はしてたはずだべ。しまった。そこにいるギリギリッチは。そんなわけないじゃん。なら、ギリギリッチが幽霊じゃねえって。あの死体って手袋してなかったよ。爆発のせいで燃えただけだべ。じゃあ爆発前は手袋してたの？きっと手袋はしてたはずだべ。しまった。そこにいるキリギリッチは幽霊なんだ。そんなわけないじゃない。なら、キリギリッチが幽霊じゃねえって証明してみろ。あの死体って手袋してなかったよ。爆発のせいで燃えただけだべ。
じゃあ爆発前は手袋してたの？きっと手袋はしてたはずだべ。だって死んだのはキリギリッチなんだからな。バカバカしい議論だ。そこにいるき、そんな、ならキリギリッチが幽霊、あの死体って手袋してなかったよ。爆発のせいで燃えた。だじゃあ爆発前は手袋してたの？きっと手袋はしてたはずだべ。それは違う。いや、あ、だってあの死体って付け爪をしてたよね。あんな付け爪をしてたら手袋をするのに邪魔なはずだよ。それにキリギリさんが手袋をして手を隠したい人が付け爪をしてるなんてなんか変じゃない？知らんのか、女心は複雑なんだべ。女心を知らないのはどうだキリギリ。この手袋は日常生活に支障をきたさないように付け爪なんかしていたらこの手袋は付けら。じゃあこれではっきりしたよね。当然だろキリギリ。じゃああの被害者って誰なんだそれ。最初からそう言っている。お前が。キリギリッチが生きてるってことはあの被害者は何者なんだべ。何か知る方法はないのかな。死体の顔は燃えてて判別不可能だし、モノクマファイルにも記述はないわね。死体の身元がわからないとなるとお手上げってことじゃねえか。キリギリッチが生きてる。あの被害者何か知る。死体の顔は燃えてて判別不可能だ。モノクマファイルには死体の身元がわからないとなると、キリギリッチが生きてるってことはあの被害者は何者なんだべ。何か知る方法はないのかな。死体の顔は燃えてて判別不可能だし、モノクマファイルにも記述はないわね。死体の身元がわからないとなるとお手上げってことじゃねえか。キリギリッチが生きあの被害者何か知る。死体の顔は燃えてて判別不可能だし、モノクマファイルには記述は。死体の身元がわからないとなるとそれは違う。死体の身元を知るための手がかりなら。え、本当に嘘だったらあんた珍しい死に方。なんなんよ苗木、無視して話して。死体の身元を知る、彼女の手の甲にあった。なんだか変わったデザインだけど。ご主人様に惚れされたのね。私はあなたの滅因ですって意味で。そんな屈辱的な意味が隠されてたんかい。そうじゃない。え、そのたこれだ。傭兵部隊フェンリル。それがフェンリルに所属する兵士たちは必ず体のどフェンリルを表す。フェンリル、終末の狼、北欧神話のトラブルメーカーであるロキ。久々に文学少女の片鱗を見たべ。狼の刻印って、そうなんだ。あの死体にあったタトゥー、つまりあの死体の人物は戦場ムクロだった。ちょっと待ってよ。
そうなんだ。今回のどういうこと。黒幕が死んでその学級さ。そうじゃない、戦でも超高校級の絶望って。いや、そもそも戦場ムクロが、俺が見た戦場ムクロのプロフィールに、戦場ムクロは確かあの情報のデモ、キリギリ強行、つまりキリギリ。それじゃあ戦場ムクずっと姿を消しててようやく現れたと思う。普通重要な登場人物が死ぬ場面ってのはもっと、つまり重要、戦場ムクロは俺たちと同じただの。じゃあ黒、やっぱり希望。いいや、学園長だが戦場ムクロの情報だって間違って。私の情報は、はいはい、今は学級裁判中ですよ。それ以外の死後は現金ってことで。いいだろう、黒幕の正体を暴くのは後ま、必ずお前の正体を見つけ出してやる。僕はそういう挑発。さて、お前らが混乱しないように、学級裁判が起きるのは学園の生徒たち、その点をしっかりと頭に叩き。つまり被害者も犯人も生徒の誰かということだな。じゃあ戦場、いや17人目の高校生が隠れて。ありません、参加者は全部で10。マジかよ。じゃあこの中に戦場ムクロ。誰よ、誰が。慌てるな、すでによ。苗木、お前には分かって。 It kind of points to them, but... これだ、絞られてる容疑者って。どうしてそうなるの。いいだろう、昨日の夜時間直後、その場所に死体がな、つまり殺人が行われたのだがな、その後体育館に俺たち4人は体、その間俺たちは警戒のため単独行動を、つまり俺たち4人には、逆に私と苗木君にはあり、そういう。あのさ、ちょっといいかな。何か反論があるの。反論の前に、殺人が起きた時間、そうすれば何、好きにしろ。誰、俺はトガミッチと一緒に植物庭園に死体がない、あれは夜時間直後、夜10時くらいだったべ。つまり殺人が起きたの、そこから死体を発見するまでの間が殺人が起きた時間。あれ、でも鶴橋を取りに行った深ワッチが最初に、これだ、死体を発見したのは9時だったはずだよ。だって確かに、つまり殺人が起きたと思われる時間帯は、僕は昨日夜時間前から寝ちゃってたんだ。でも朝は9時より前にみんなと食堂で私と会ったよね。そうだ、7時30分くらいだった、食堂に入るとき。つまりナイギッチのアリバイがねえのは夜10時から。殺人が起きたと思われる時間帯は夜10時から朝9時までの間だ。一方ナイギッチのアリバイがないのが夜10時から朝7時30分までの間だったよね。しまった。殺人が起きたと思われる時間帯は夜10時から朝9時までの間だ。一方ナイギッチのアリバイがない、夜10時から朝7時30分までの間だったよね。それだけの時間があれば殺人は可能なはず。ナイギ、何か反論があるなら言ってみろ。
殺人が起きたと思われる時間帯、夜10時から朝9時までの間だ。一方苗木、夜10時か朝7時さ、それだけの時間。苗木、何か反論があるなら。殺人が起きたと思われる時間帯は夜10時から。それは違う。いや、殺人が起きたのは夜。なぜそう思う。植物庭園のスプリ、あのスプリンクラーは毎朝7時さ、つまり死体が朝、あの死体が水で濡れ。ちょっと待ちなさいよ。あった、死体は深川さん、それ濡れてるのは下の口がどうとか言うつもり。いや、そうじゃなくて、あのスプリンク、そうやってスプリンクラー、うわ、確実スプリンクラーが、うっ、認めないから。迷惑なのよ。知らないわよ。待ちなさいよ。私が正しいのよ。迷惑なのよ。知らないわよ。待ちなさいよ。私が正しいのよ。認めないから。あ、私を責めるの。見ないから。何が分かるのよ。知らないわよ。スプリンクラーが関係ない根拠って何よ。これで証明する。スプリンクラーのせいじゃないってことは、爆破後の死体の状況を見れば分かるはずだよ。あの死体って上半身だけが濡れてて、下半身は全く濡れてなかったよね。もし死体の濡れた原因がスプリ、上だけ濡れて下が濡れて、もうやだよ。説明を。どうして死体の上半身だけが濡れてたのか。あの死体が燃えた時、僕が水をかけ、じゃあ死体が濡れてたの。そして死体がスプリンクラーで、スプリンクラーが作動する。じゃあ殺人が起きたのは朝7時30分から。でも苗木のアリバイがないのって昨日の夜10時から朝7時。だったら苗木っちに犯行。そうなるとアリバイがないのはキリギリだけという。一つだけ言っておくわ。私がここで処刑されたら、この学園の謎は明らかにならない。だから。つまりお前は。当然でしょ。これは黒幕の罠なのよ。黒幕の罠。苦しいよ、そりゃ苦しいって。お前は黙っ。はーい、黙っ。だがキリギリ、お前に。え、どうき。キリギリは戦場ムクロを超こ、だからこそ戦場ムクロを殺し、だが実際は違った。戦場ムクロ、そしてキリギリにとっては予想が。それがキリ、動機があってアリバイがないとなると。こ、アリバイがないのは私だけじゃない。え、死体がスプリンクラーで濡れていないからって。どうして。死体をスプリンクラーで濡らさない方法があるからよ。面白い。現場にあったあるものを死体にかぶせれば濡らさずに済んだはずよ。これだ。もしかしてあの、気づいたみたいね。そう、あのビニールシートを死体にかぶ、実際
犯人はあのビニールシートの汚れか、ビニールシートの片面だけが汚れていたの。逆に死体に面していた裏面はスプッツマン、犯人はビニール、そこまでして死体が濡れるのを防いだ理由、おそらく殺人が起きた時間帯をさっきの苗木くんのような言い訳をすると。いや、何？犯人は死体にビニールシートをかぶせることで死体が濡れないようにしたのよ。じゃあビニールシートが片面だけ汚れてたのはその面がスプリンクラーを浴びたせいか。でもそのビニールシートの裏面は少しも汚れてなかったよね。そっちはスプリンクラーを浴びてねえからな。死体に面してただけだから綺麗なままで当然だべ。犯人は死体にビニールシートをかぶせることで死体が濡れないようにしたのよ。じゃあビニールシートが片面だけ汚れてたのはその面がスプリンクラーを浴びたせいか。でもそのビニールシートの裏面は少しも汚れてなかったよね。そっちはスプリンクラーを浴びてねえからな。死体に面してただけだから綺麗なままで当然だべ。それは違うよ。やっぱり片面だけが綺麗だってさ、爆破され触ると汚れる危険性がある。戸上くんだってそう言って、そんな死体にビニールシートをかぶせたら間違いなく血で、犯人が洗ったんじゃね。ビニールシートが、それなら両面を洗い流すはずだ。片面、そりゃまあ、そもそもその時の死体の血自体が犯人の偽装工作だとしたら、つまり犯人はビニールシートでスプリンクラーをやり、死体の上から偽物の血をまいたんじゃないかしら。偽物の血って、わかった。保健室の輸血前に山田っちが死んだふりをした時、あいつ、いいえ、犯人は現場の植物、これだ。もしかして、え、庭、事件前に植物庭園の、事件後には4、つまりなんつーざ、そんなことで生き物を殺すなんてひどいよ。犯人がわざわざ現場から血を調達したのは自分が歩き回る姿を目撃されたくなかったからかしら。とにかく実際に鶏が減っていることが、だとしても少々引っかかるな。犯人はビニールシートでスプリンクラーをやり過ごし、だが死体の上から血をまいたなら周辺、あの時の死体は違ったぞ。血で周辺の床は、確かに周辺の床だとしたら犯人はその場で血をまいたんじゃなくて前もって吐く、あなたたちが発見した時の死体って、確か、いや、袖を通していなかった。上から白衣をかけられただけの状態だったよ。じゃあごめん、話についていけてない。つまり殺人が起きたのはスプリンクラーが作動するより前だ。それなのに死体が濡れなかったのは犯人が死、そしてその後あらかじめ偽物の血で汚しておいた白衣を、犯人はこれら一連の偽装工作を行うことで殺人が起きた時間帯を、殺人はスプリンクラーが動く7時30分、確かにその方法なら、だけどさ、スプリンクラーが終わった後に植物庭園に行かなくちゃいけないよね。
大した時間はかからない。え、ビニールシートを回収した後、用意し大した時間はかからないわ。それは朝比奈さんは食堂で苗木くんと会って。私は先に体育館に行ってて、苗木は、じゃあそのくらいの、そん不可能とは言い切れないはず。どうやらキリギリの言う通りのようだ。さてと、振り出しに戻、苗木のアリバイが不十分となると、容疑、リアルな話、どっちが、よっしゃ、思い切って運に任せっか、二分の一の確率だし。あ、だろう、ナイス。そうじゃなくて、なんだ、行ってみろ。あのさ、現場、ああ、爆発前の死体、モノクマファイルによると、で、あのナイフ、どこかで見、それを思い出しちゃった。あ、私が。驚かないということは、だったら、隠してたわけじゃないんだ。死体に刺さってたナイフがな、こりゃもう間違いねえべ。1200、あの死体に刺さってたナイフってさ、あ、私が苗木に預けたナイフよ。やっぱりそうだよね。あのナイフを持ってたとなると、つまり犯人は苗木っちってことだべ。ナイフを預かってたからって、どうして僕が犯人ってことになるの？だってナイフの傷が致命傷だろ。だったら間違いねえべ。おめえがあのナイフでブスリとやったんだ。苗木まこと恐ろしい男ね。あの死体に刺さって、私がな、やっぱりそうだよね。あのナイフ、つまり犯人はな、ナイフを預かってたから、どうして僕は犯人だって。ナイフ、それは違う。いや、そもそもいく、それはさっきの偽装工作の話でも、嘘だべ。さっきは致命傷な、思い出してよ。犯人は死体にビニールシートをか、つまり被害者があの白衣を着たのは死ん、それがどうしたんだ。だけどさ、僕たちが死体を発見した時はナイフは白衣の上、死んだ後に着させられた白衣の上から刺さっていたナイフが致命傷になるわけないんだ。もう同じ箇所を2回刺した可能性はどうなんだ。モノクマファイルに書いてあったはずだよ。そうだった、盛大に。じゃあ、あれも犯人の偽装工作だったんだよ。きっと本当の血、その後死体が爆破されたのも、あの爆破のせいで死体は激しく、つまり証拠隠滅。死体発見時にナイフの傷を印象付けて、そうすることで最初の印象だけを残した。あ、ちょっといい？結局あの爆発って何だったの？真面目に頭を働かせろ。わざわざ答えるまでも。変だったら教えて。教えてやんべ。おそらく未知の粒子、それだけは違う。苗木に答えてやれ。はん、爆発の後、死体のそばにこの破片が、あの爆発、あれ
見覚えがあって当然だよ。モノクマを解体した時に取りあの爆弾の破片。じゃあ、あの爆発。ともかく、これで犯人の目的は明らかになったな。犯人はナイフの傷を致命傷に見せかけることで、苗木に、そんなことをして得をするもう一人の容疑者である、キリギリ京子。お前しかいない。ちょっと待って、トガミ。なんだ、どうした。いや、もう少し慎重に話し合った方が。そうだね、確かに気になる。まあ、いいだろう。では議論を続けるか。どうせ結末には。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。爆発があったのは死んだ後だぞ。ナイフも関係ないのよね。しまった。では議論を続け。被害者の致命傷がはっきりしていない。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。爆発があったのは。ナイフも関係ないのよね。だとすると他に怪しいのって。モノクマファイルによると。そうだ。後頭部に殴られた跡があったんだ。しまった。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷。当然だべ。ナイフも。だとすると他に怪しいのって。モノクマファイルによると。そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。それ以外にもこの被害者には全身に無数の傷があったらしいぞ。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷。あの爆発は致命。当然だべ。ナイフも関係。だとすると他にはモノクマ。そうだ、後頭部に殴られた跡があった。それ以外に全身に無数の傷があったらしいぞ。しまった。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。ナイフも。だとするとモノクマ。そうだ、後頭部に。それ以外に全身に無数の傷があったらしいぞ。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。爆発があったのは死んだ後だぞ。ナイフも関係ないのよね。だとすると他に怪しいのって。モノクマファイルによると。そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。それ以外にもこの被害者には全身に無数の傷があったらしいぞ。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。爆発があったのは死んだ後だぞ。ナイフも関係ないのよね。だとすると他に怪しいのって。モノクマ。そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。それ以外に全身に無数の傷があったらしいぞ。では議論。被害者の致命傷。あの爆発は致命。当然だべ。ナイフも。だとするとモノクマ。そうだ、後頭部に殴られた跡があった。それ以外にも全身に無数の傷があったらしいぞ。
では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだ。あの爆発は致命当然だべ。ナイフもだとすると、モノクマ、そうだ、後頭部に殴られた。それ以外にもこの全身に無数の傷があったらしいぞ。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。ナイフもだとすると、モノクマ、そうだ、後頭部に、それ以外に全身に無数の傷があったらしいぞ。では議論を。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。僕たちはここで諦めたりしないぞ。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。爆発があったのは死んだ後だぞ。ナイフも関係ないのよね。だとすると他に怪しいのって。モノクマファイルによると、そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。それ以外にもこの被害者には全身に無数の傷があったらしいぞ。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃ。当然だべ。ナイフも関係ないのよね。だとすると他に怪しいの。モノクマファイルによると、そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。しまった。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。爆発があったのは死んだ後だぞ。ナイフも関係ないのよね。だとすると他に怪しいのって。モノクマファイルによる。そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。それ以外にもこの被害者には全身に無数の傷があったらしいぞ。
では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。ナイフもだとすると、モノクマ、そうだ、後頭部に殴られた跡が。それ以外に全身に無数の傷があったらしいぞ。では議論を続ける。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命、当然だべ。ナイフも関係ないのだとすると他に怪しい。モノクマファイルによると、そうだ、後頭部に殴られた。それ以外にもこの全身に無数の傷があったらしいぞ。しまった。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。爆発があったの、ナイフも関係ないのよ。だとすると他に怪しいの。モノクマファイルによると、そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。ナイフもだとすると、モノクマファイルに、そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。しまった。では議論を続けるぞ。What the fuck?被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。爆発があったのは死んだ後だぞ。ナイフも関係ないのよね。だとすると他に怪しいの。モノクマファイルによると、そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。それ以外にもこの被害者には全身に無数の傷があったらしいぞ。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。ナイフもだとすると、モノクマファイルによると、そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。それ以外に全身に無数の傷があったらしいぞ。では議論。被害者の致命傷がはっきり、それは違う。戦場ムクロの致命傷は後頭部の打撃痕だったはずだ。全身の無数の傷ってのは、あれは時期モノクマファイルによると古傷じゃ関係ねえか。では間違いないな、あいつの致命傷は。じゃあ今日切って。モノクマファイルには鉄パイプ程度のってことは、どうしてそうなるのよ。ツルハシで殴ったらオーダどころか頭蓋骨ふん。きっとツルハシを逆に持って持ち手の、無理よ、重さのバランスが悪いもの。なんなら試してあげるわよ。さてはおめえ、間違ったふりして金属、その後あんたの汚いのを見気が合うな。合ってるの。凶器ならすでに見つかっているぞ。見つかったんですか。なんだべ。ナイミ、答えてやれ。お前にも分かっているはず。
See multiple samples though. Because this is the thing that fits that, but サバムクロの後頭部を殴打した凶器は武道場のロッカーで見つけたジュラルミン製の矢。ああ間違いない。そうなの。ちょっとあんた、なんて気になるんだから。しブドウ城のロッカーにあったジュラルミン製の矢、間違いない。あれが凶器だ。本当にそうなのかな。何を気にしてんだ。だってモノクマファイルには凶器は鉄パイプ程度の太さの棒状のものってあるよ。矢だと細すぎると思うんだけど。ヤクヤ様に口答えなんて1億年早いわよ。武道場のジュラルミンス、間違いない。本当に何を気に。だってモノクマ凶器は鉄パイプ程度の矢だと細すぎると。ヤクヤさん1億年早いわよ。武道場のロッジュラルミンス、間違いない。本当にそうなのかな。何を気に。だってモノクマファイル凶器は鉄パイプ程度の太さの棒状のも矢だと細すぎると思うんだけど。それは違う。確かに矢だけだと細すぎる。だから犯人はもう一つの凶器を使ったんだ。もう一つの凶器。武道場のロッカーの中には丸められたガムテープもあって、きっと犯人はこのガムテープを矢をガムテープで束ねることによって鉄パイプ程度のそれを凶器として使ったんだ。三本の矢の教えと同じね。千一本では脆い矢も束になれば頑丈になる。残酷な誤解よ。とにかくこれで凶器、そしてそれらの凶器を武道場キリギリ強行。私は武道場なんかに。いやお前どうして言い切れるの。
もちろん証拠があるからだ。ん？まさか犯人をかばそんなことをしてどうなるか。もしお前がかばった人物が俺たちの全員もちろんだったらお前の手で示してやれ。Togami could have planted that evidence. He had her key. And she couldn't get into her room. So how would she be able to do that? これだ！キリギリさんが武道場に行った証拠はこれ。そんなものがどうし、これが私の部屋。おぼけても無、それにこの鍵だけ。アリバイの件も動機の件も苗木、それらの全てがお前が犯人だと。ちょっと待って、またか。いや、キリギリさんに聞かな。キリギリさん、昨日の夜あの時何があったの？それを私はあなたをた、え？ああ。もういいだろう。無駄。ちょっと待って、間違わないで。まさか、お前。だけど、私が犯人じゃないってこと。そうでしょ？俺がだと。今の言葉はどういう意味だ？そのままの意味よ。私が犯人じゃないということはあなたが一番よく知っているはず。トガミッチ、なんか隠してんのか？ヤクヤ様が私に隠し事するわけないじゃない。キリギリ、お前の犯人ではない根拠があるとでも言うのか？さっきのあなたたちの推理だと、私は武道場のロッカーに証拠を隠し、その鍵を自分の部屋に置いたらしいわね。本当に私にそんなことができたのかしら？今の言葉はどういう意味だ？そのままの、私が犯人じゃないというあなたが一番よく知って。トガミッチ、ヤクヤ様が。キリギリ、あるとでも。さっきのあなた、私は武道場のロッカーにしょ、その鍵を自分の部屋に置いたらしいわね。本当に私にそんなことができたのかしら？今の言葉はそのままの、私が犯人じゃないということはあなたが一番よく知っているはず。今の言葉はそのままの、私が犯、あなたが一番。トガミッチ、ヤクヤ様が。キリギリ、あるとでも。さっきのあなた、私は武道場のロ、その鍵を自分の部屋に置いたらしいわね。本当に私にそんなことができたのかしら？今の言葉はどういう意味？そのままの、私が犯、あなたが一番よく知。トガミッチ、なんか隠してん。ヤクヤ様が私に隠し事。キリギリ、お前が犯人。それは違う。キリギリさんは自分の部屋には入れなかったはず。自分の部屋に入れな、だってキリギリさんは自分の部屋の、そうか、そう、俺が鍵を持ってない私、つまり自分の部屋に。そうでしょ？確かに。やっと分かってくれたみたい。 I'm confused. I'm so confused. That sentence doesn't make sense.
Running away is going to get me killed. Suggestions? I know. Why are you hee-hee-heeing at me? Which one is that? Is this one of those things where no matter what I pick, it's okay? I'm gonna regret this. I know I am. But... どうした？誰、キリギリの主張を認める？そうか。
キリギリの個室に武道場のロッカーの鍵を置いたのはキリギリ。でもキリギリッチの部屋の鍵を持ってたのはトガミッチ。だが俺にはアリバイがある。植物庭園での殺人。じゃあキリギリッチの部屋に武道場の鍵を置い、考えられる可能性。あらかじめ自分が持っていた鍵を。あ、それってそうとしか考え、ちょっと待って、もう一度考えてみようよ。この事件にはそもそもこの学級裁判自体がおかしいんだ。正体不明だった戦場ムクロが急に死体で現れて、しかもその学級裁判が行われるなんて。それにキリギリさんも言ってただろ、黒幕。はい、時間切れ。なんだ、どういうこと。タイムアップ。キリギリさんが遅刻したせいだよ。というわけでそろそろ投票。投票。Just like bad ending. Do I need to reload? さて、投票の結果黒となるのは誰なの？そっか。どう？ Oh no. What? ほら、キラーン。ワクワクドキドキ。許してもらおうとは思わないわ。では張り切っていきましょう。お仕置きだ。Oof, I get an execution.See how this plays into his theme, but well, wait.どうやら、なんだよ。 Wait, did I? Hold on. Sight controller down. Did I make the right or wrong decision in this case, then? Or is there multiple endings? And this is just one of them.
Then why'd you let me believe he was dead? Come on.落ち着いて。That's a bit of a weird ending. Nantat. それは But alter ego is alive? I had suspicions after what you said before that that might be the case, but I was starting to doubt it again. And why am I restarting the game? Oh, okay. These are past executions, aren't they? Oh. Okay.
Yoko's smart. She planned this. ちょっと。 ひどい匂いね。 ええ。 それは。 ねえ。 あなたは。 Wait a minute. You said that, in the alternate ending. Okay, never mind. I'll figure it out later. だけど。 そうね。 つまり。 ええ。 私は。 ナイギ君。 そうよ。 どうやら。 ねえ。 そうよ。 No, I was gonna ask about, what happened with Hiro then, but... Unless he just went insane. なんで? I don't really think he needs to have children. So. でも。 僕の目的はここに残る。 Wait, the one in control is someone among us? Is that what she said? それは… …私は…
I had suspicion that was the actual ultimate for her. Either that or something along the lines of someone knowledgeable. Bump, bump, bump. つまり。私は。え？私は。必ず。あの。私は。だけど。それは。そうね。だけど。私は。それは。だけど。でも。とにかく。ええ。そう。そうよ。つまり。ねえ。Section. I'll stop the broadcast and start it again. But this is all kind of important. とにかく。そう。だけど。そう。ええ。そう。つまり、苗木くん。ええ。どうよ。どうやら、
ええ。It was in the opening, though. So, well, technically there was a death. It was just not one that was recorded. Okay, I'm gonna stuff the broadcast and restart it then.